ポストクロッシングはオンラインプロジェクトの一種で世界中にいる会員同士が実際のハガキを送り合うことを楽しむもの会員をポストクロッサーと呼び他の会員にハガキを郵送すると別のポストクロッサーからハガキが郵送されてくる送る相手も送られてくる相手もすべてコンピュータで無作為に抽出されるすなわち思いもしない国から ハガキが届くのをサプライズとして楽しむプロジェクトと言える。観光地や絵画等の絵ハガキが好きな人はもちろん、ハガキに貼られてくる切手やし印を楽しむ切手、愛好家も多い。ポストクロッシングという言葉は、ポストカードとクロッシングを組み合わせたもので、ブッククロッシングのサイトに着想を得たものである。会員は別のポストクロッサーにハガキを送り、また別にランダムなポストクロッサーからハガキを受け取る。 プロジェクト参加にあたって参加費用はかからず住所を明かせインターネット、電子メールを利用できる人なら誰でも参加できる。しかし、はがきや郵送の費用は各自が負担する必要がある。2010年8月時点で209カ国に分布する20万5千人以上の会員が登録されており、すでに500万枚のはがきが送られている。現在、 平均すれば1分間に2枚から3枚の割合で、ハガキが世界のどこかに届いている。会員が最も多いのはアメリカ合衆国で、ついで中国、ロシア、ドイツ、オランダ、台湾、フィンランドとなっている。北アメリカ、ヨーロッパ、東アジアに集中している。基本的な仕組みとして、会員がハガキを1枚誰かに送ったら、 少なくとも1枚は別のランダムなポストクロッサーからハガキを受け取れる。ハガキを受け取るためには、まず会員登録をし、システムによってランダムに選ばれた会員宛てにハガキを送ることが必要となる。ウェブサイトでは、ランダムに選ばれた送り先の住所とハガキ ID が表示される。ハガキ ID は、ポストクロッシングでやり取りされるハガキの1枚1枚に与えられる個別の番号である。 会員はハガキにその ID を書き込み、指定された宛先に郵送する。受け取ったポストクロッサーは、ハガキに書かれている ID をサイトに登録する。この時点で最初にハガキを送った会員は、また別の誰かからハガキを受け取れる資格を得る。どこからハガキが届くかを楽しみに待つことになる。会員になると、まず一度に5枚までのハガキを送ることができる。 その後、1枚が届いたという登録が、サイト上でなされるたびに新たにハガキを1枚送ることができる。送った枚数が増えるに従って、一度に送ることができる枚数の上限も増える。ポストクロッシングでは、同じ2人の会員同士の間でのハガキのやり取りを1回だけに制限している。ただし、送信、受信の双方向について合わせて一度限りなのか、それとも、 それぞれ一度の使用であるかは公式では未発表である。通常設定では海外、つまり居住国とは別の国とのハガキのやり取りに限定されているが、設定を変更すれば居住国を同一とする国の人とハガキをやり取りすることも可能である。また同じく設定によってはランダムに選ばれた現在、郵送したハガキが郵便事故、 東南東で受け取り人に届かないケースもしばしば見受けられる。また、届いたハガキの ID が、判読不可な場合や、忘れたなどの自由で未記入の場合も、稀にある。さらに、ハガキが届いた頃には、その、受け取り人がすでに会員活動を中止したり、ポストクロッシングのこと自体を忘れてしまっている場合も、ある。このプロジェクトではそういった事態を考慮し、各会員のハガキ受け取り数、 総付数が平均化されるようなシステムを導入している。このプロジェクトはパウロ・マガー・リースにより考案され2005年7月14日にウェブサイトを立ち上げた。もともと郵便、特にハガキを受け取るのが好きだったというのが動機だという。マガー・リースは世界中の中には名前を聞いたこともないような場所からハガキを受け取るというサプライズは そこにある何の変哲もない郵便受けをびっくり箱に変える。と述べている。彼は当初このプロジェクトを趣味として開始したが、思いもしなかった大反響を得ることになった。当時は自宅の古いパソコンで取り組んでいたが、それでは容量や性能の面で不十分だということに間もなく気づくこととなる。プロジェクトは発祥地であるポルトガルの国境を越えて、 口コミで人気が広がっていった。それとともにメディアからも注目されるようになっていった。2008年4月11日に通算100万枚のハガキのやり取りを達成し、さらに急速に成長していった。2009年2月26日には200万枚を達成。200万枚目はドイツからノルウェーへのハガキだった。2009年9月24日に300万枚を達成。 2010年3月28日には400万枚を達成した。postcrosing.com は2010年7月14日に5周年を祝って会員の写真コンテストを開催した。その後まもなく2010年8月24日に500万枚を達成。500万枚目はイタリアの会員がシ島からタイに送ったハガキだった。ありがとうございます。